からですね、これ歌声発井上駅を約19年ぶりに出して、まあ、例のことでね、電気グループのね、あのピエール滝とか伊豆の滝授業式もね、協力してくれるんですけど、これの表紙をパッと見せて、協力のところをアップで見せてください。歌声発井上駅、で、あの、奥付けの協力 のところを、あの、音楽はあんまり関係ないんで、あの、今日、ね、助っ人協力の一番、いや、あのね、ごめんなさい、いや、ちょっとね、時間が経つとどんどんつまんなくなってくるんで、だから助っ人協力のところをアップで、あ、協力レッグ表一助っ人でまた表紙を見せると、まあこれご縁があってね、フリクションのね、あのフリクションのレッグさんがこの、表紙カバーに協力してくれたと、アドバイスをしてくれたと、まあ、それだけの話なんですけれども、まあ、どうぞ、せっかくですからね、フリクションマニアの方はこれはぜひ押さえてください、ね、フリクションマニアでもあんまり知らないと思うんですけれどもね、じゃあ次のネタに行きましょう。さーて何にしようかな。